皆さんこんにちは。今回はイケメン俳優として注目されている塩野陸さん。爽やかなルックスと高い演技力で人気を博し、ファンの多い塩野さん。実は生い立ちが複雑などと噂されています。学歴は中卒で父親が難病という噂も。まずは塩野さんのプロフィールを見ていきましょう。生まれ1995年1月3日、身長175センチメートル、神奈川県相模原市出身、本名塩野陸。出身中学、相模原市立八坂中学校。中学時代は野球部に所属しており、スポーツも得意だったそうです。また、野球の他にはテニスもされていたようです。また、意外にもおとなしいタイプだったそうで、体を動かすのはそんなに好きな方ではなかったといいます。加えて中学時代に友人のおかげで大きな気づきを得たそうです。ある時からいつも一緒にいたメンバーがかなりハメを外すようになって、でもその中で一人がこんなことはダサいからやめようと言い続けたんです。僕も彼の言うことの方が正しいと思えました。大げさかもしれませんが、それまでの価値観がガラッと崩れたというか、今まで格好良いと思ってやっていたことが全く格好良くなかったと気づけました、などのエピソードがあるそうです。ちなみにこの学校の卒業生としてキスマイの藤ヶ谷太輔さんが挙げられます。また出身小学校に関しては、地元相模原市内の公立校の星ヶ丘小学校が有力です。小学校時代はサッカーをしていたそうですが、特にサッカーがやりたかったわけではなく、友達が始めたことがきっかけでした。そのため今一つ面白くなかったとインタビューで話しています。ちなみに学生時代はあまりやりたいことが見つからなかった塩野さん。しかし役者の仕事は見るのもやるのも好きで、初めての感覚だったと語っています。そのため役者をしていなかったらどんな仕事をしていたのか想像がつかなかったと述べています。塩野さんの芸能界への入り口は2011年の24回ジュノンスーパーボーイコンテストにて審査員青木賞を受賞したことにより始まります。高校2年生にあたる年齢でしたが、高校には進学しておらず、実家の手伝いをしていました。高校進学や大学進学が一般的になっている中、中卒という経歴から生い立ちが複雑なのではと言われるようになったようです。家族構成が父、母、姉2人の5人家族で、両親は離婚もしていません。特に家庭環境が複雑というわけではないようです。しかし塩野さんの父親の病気が関係しているのではないかとも言われています。塩野さんが中学生の時、父親が脳卒中に。父親が倒れたのは創業30周年を目前にした頃で、塩野さんはサポートという形でお店を手伝っていたそうです。父親が育てたクレープ屋を守るため、高校に行かずにお店を手伝っていたのでしょうか。ではなぜ中卒だったのでしょうか。塩野さんは高校に進学しなかった理由について次のように語っています。昔は特にやりたいこともなく、高校にも進学せずに実家のクレープ屋を手伝っていました。はっきり言ってチャランポランだったんです。やりたいこと見つけるために進学する人も多いと思いますが、塩野さんには合わなかったのかもしれません。そして実家のクレープ屋さんを手伝うようになり、母親を通してお客さんがジュノンとか受けてみたらと勧められたことがきっかけで、オーディションを受けることに。ファイナル審査にまで進んだことで、目の前のことに真剣に向き合いたいと初めて思ったそう。またベスト30に残るとここにかけるしかないと決心。実家のクレープ屋を手伝うだけの日常から本気で俳優を志した瞬間だったそうです。もともと映画やドラマを見るのが好きで、多くの人を感動させたいと漠然と思っていた塩野さん。ジュノンボーイコンテストで見事チャンスをつかみ、俳優としての道を切り開きました。塩野さんと共演した人によると、差し入れでクレープを持ってくることもあるようです。僕らは恋が下手すぎるで共演した川島海香さんのインスタグラムでは、塩野さんが現場でクレープを作ってくれたことが投稿されていますね。また町田小山店では塩野さんのお姉さんが代表を務めているそうです。塩野さんも俳優として軌道に乗ってきた2015年に、ここののれんは自分が守っていくとお父様に相続の約束をしたのだそう。
テレビやインタビューでも実家がクレープ屋なことや、店名も公表しているので、自身が売れることで実家のお店も盛り上げていきたいという思いがあるのかもしれません。クレープ屋なのを前面に出している塩野さんですが、実家も塩野さんの俳優業を応援しているようです。また応募時に写真を撮影したのはお姉様だそうで、塩野さんも受かったのは姉のおかげと話しています。ちなみにメイは同じオスカープロモーションに所属している塩野小春さんです。お父様も今は俳優として大切な時期だから俳優業を頑張ってほしいと話されているようで、お互いを思いやる素敵な家族ですよね。いずれは実家を継ぐのかもしれませんが、まだしばらくは俳優としての塩野陸さんの活躍が見れそうですよね。ちなみに実家のクレープは生地と生クリームがとっても美味しいそうで、塩野さんも絶賛しています。実家がクレープ屋なので敵情視察も兼ねて、他のお店のクレープも食べに行ったこともあるけど、割と本気で実家のクレープが一番美味しいと思ってます。実家のお店クレープあんは生クリーム苦手な人でも食べられるくらいこだわって作っているのでおすすめですと語っていました。ちなみに西八王子店には塩野さんのポスターが貼ってあるそうです。そんな中、2022年11月14日に自身のツイッターで、実家の営むクレープ屋クレープアン星ヶ丘店が今朝強盗に遭いましたと公表します。これをした人を許せませんと強い憤りを綴っています。塩野さんの家族は都内と神奈川県に計3店舗のクレープ店を経営されています。ツイートによれば、同日星ヶ丘店で2022年から導入したクレープの自動販売機がバールのようなものでこじ開けられるという被害に遭ったそうで、傷だらけになった自販機の画像を公開しています。なおすでに警察へは通報済みとのことです。同店は塩野さんの母親が店長となっており、母の身に何もなかったのが不幸中の幸いと人的被害がなかったことへ安堵する気持ちを綴りつつも、僕はこれをした人を許せません。もし本人がこのツイートを見たら即刻警察に自首してほしいと犯人へ呼びかけています。SNS でもたびたび店のアピールを投稿しているため、ファンの間で広く周知されていて、常連なので特に残念です。お母様のクレープ世界一美味しいです。と訪れたことがあるファンや、常連客からも同調するメッセージが続々。また、お母様に怪我などなくてよかったですが、ショックではあると思うのでどうかご自愛くださいませ。世の中には人の善意を踏みにじるようなこんな人間がいるんだとお見舞いやショックを受けたとの声が寄せられています。いかがだったでしょうか。今回は塩野陸さんについて詳しく見ていきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。それではまた。